どうもこんばんは、ワドツです。今日は2019年1月の8日、夜中の4時です。よろしくお願いします。ちょっと鼻うがいしますね。鼻炎がひどくて、いや、なんでこんな今日鼻炎ひどいんだろう。鼻水が止まんないよ。はい、ワドツ。2、2、3年、風邪わからないから薬飲めないね。いや、鼻炎。鼻うがい用の桶持ってくるわ。なんかね、一回ぐずるとね、ダメなんだよ、もう。ちょっと濃いめの塩水。Thank you.
これで良くなるといいけど。ああ、すっきりした。鼻うがい完了。何なんだろう。暇だね。
あーダメだ、鼻ぐずるな。ニンニさん、リスナーさん寝てるかな。いや、他枠行ったんでしょ。他枠行ったんだと思うよ。まったりやろうよ。まったり配信にしよう。うなとか鮫島さんの方行ったんじゃない。わかんないけど。くもモンさんはドツーサメちゃん見てきたけど話が入ってこない W、ね、話入ってこないよね。そう面白いあれ。さんまさんみたいになってるもんね。くもモンさん歯の話で持ちきりだった W。歯の話でもつけりだった。そっか。面白いな。鼻炎がひどいな。鼻がムズ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 する。まったりやろ、まったり。
くももんさんなんで鼻炎ひどくなっちゃったんだろ。なんだろうね、感温性鼻炎って言って温度差で鼻炎になったりするの、多分それなんじゃないかな。感温性鼻炎、深井さん、しよけんです。しよけんさんいらっしゃい。深井さんよろしくお願いします。クモモンさん、アレルギーの一つなんだね。そう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 、アレルギー持ってる人は多くて、感温性鼻炎って言って、そうなんだよ。あの温度が急激に変わると、あの鼻炎になっちゃう。そうなんだよね。任に3表示されてないコメントある？ないよ、ない、全部表示されてる。
なんで表示されてないコメントあった？特にないはずだけど。任二三テスト。うん。コメント表示されてるよ。ショーラリーさん DJ が見たい。 DJ? DJ ってなんすか。 DJ? なんだろう、 DJ ってなんだ。リンに3コメントするなら最後までわかるコメントしてほしい。ショウ。酔っ払ってる人とかもいるからね。ちょっと何言ってるかわかんないよ。昭和 E3DJ はディスクジョッキー。いや、そうね、それは分かってるんだけど、 DJ が見たいって俺に言われても見に行けばいいじゃん、 DJ。 なぜそれを俺に言ったんだって。見に行けばいいじゃん。昭和 E3 曲聴きたいから。いやだから聴きに行けばいいじゃん。3ワード監督氏が DJ しないよ、ショー。うん。
そろそろロードワーク行く？6時くらいに行くか。じゃあちょっと一回放送終わり。